日本に導入予定の空対艦ミサイルロラズム長距離ミサイルの価格が高騰しているという情報が入っているよ。軍備増強は金がかかるからな。日本は慢性的な資金不足と言われているしね。そうだね。さて、今回はこの長距離ミサイルについて詳しく解説していくね。それじゃあ行ってみよう。もともと12式誘導弾を保有していたので射程変更案を検討中という発表があったんだ。現在のところ航空自衛隊が運用している戦闘機は F-15J イーグル、F-2、F-35 ライトニング 2A 型の3機種であり、F-15J イーグル98機が近代化改修を施す予定となっているよ。この F-15J イーグルの近代化改修を終えた後の機体にアメリカ製 AGM-158C ロラズム空対艦ミサイルを搭載することによって、中国軍艦艇の搭載する艦対空ミサイルの射程圏外からの攻撃能力を獲得させる方針が現実的になるね。どいしょ、改修の初期費用として見積もって計上していたのは約800億円だったが、蓋を開けてみれば使用する電子部品の枯渇や日本でしか行われない特殊な要件であるとして、アメリカ側から3倍以上の金額を突きつけられたんだぜ。ここまで高額な金額をふっかけられたために F-15J イーグルの近代化改修自体を中止すべきとの極論も囁かれる中、結局のところ踏み出しきれない日本側は AGM-158C ロラズム空対艦ミサイルへの対応を見送る公算が大だろうね。このような経緯から近代化改修の費用をなんとか凝縮し、日本側が許容できるレベルの金額まで引き下げることが目的となっているが、費用面以外に AGM-158C ロラズム空対艦ミサイルの代替手段が必要になるだろうと思われているよ。その代替案として有力視されているのが陸上自衛隊で実戦配備を進めている12式地対艦誘導弾をベースとした、国産の空対艦ミサイルの実用化であり、既存の装備開発実験を本格化する方向で進められているんだ。今あるものの改良による性能向上は日本らしいやり方だからな。日本にはもったいない精神が根強いからね。まあ今回は金額面でやむなく、という部分が大きく占めているがな。この12式地対艦誘導弾というのは車両搭載型の発射システムによって運用される地対空ミサイルのことであり、製造は三菱重工業、直径約 35cm、全長約 5m、重量約 700kg で最大射程は約 200km 弱という所言だよ。すでに2017年から開始されていた1二式地対艦誘導弾の改良型をさらに長射程化することと、空対艦、艦対空用途にも対応させた能力向上型の開発に関して2020年12月の閣議決定によって承認されているんだ。先に述べておくが、2025年度までに400億円弱の開発予算の承認がすでにされており、三菱重工業が従来通り開発を担当し、現状の約 200km の射程を大幅に延伸した 900km、 最終的には 1500km を目指すというのには衝撃驚いたよな。現在運用している1二式地対艦誘導弾が前述した様に約 200km ほどの射程距離であるため、南西諸島防衛用には奄美大島、ついで宮古島に配備されており、次に石垣島に配備が予定されている段階まで来ているぜ。この射程距離が一気に 900km まで伸びれば、九州内陸部に配置したとしても南西諸島の防衛を可能とする上、1500km 延伸が実現したならば、さらに陸自の地対艦ミサイル部隊などの配置に関する自由度も増し、非常に有効な対ミサイル防衛装備火器となるだろうね。長長距離ミサイルってすごくロマンがあるよね。どこから撃ってきたんだってなるのが目に浮かぶよ。領域展開って感じ？まあわからんこともないな。だよね。一二式地対艦誘導弾の射程距離の延伸が実現すれば、あえて戦闘機に搭載して使用する空対艦ミサイルでなくとも南西諸島防衛の用途はなりそうだけど、飛翔速度はやはり亜音速であり、長距離到達には時間を要してしまうという懸念事項があるんだ。スピードを考慮した場合、やはり戦闘機用の空対艦及び艦艇搭載用の艦対艦といった運用手段の多様化することと並行して、飛翔速度の向上を図ったものを開発していくべきではないかと思慮するね。F-15J イーグルの近代化改修後の AGM-158C ロラズム空対艦ミサイル搭載予定の話は白紙となってしまい、国産の1二式地対艦誘導弾階の空対艦化が進められる公算が高まっているが、実現化には7年以上の歳月はかかるだろうと推測するよ。また、F-15J イーグルにはアメリカの射程の JSSMER 空対地巡航ミサイルの実装計画は、予定通り進められる方針が決定しており、対地用アウトレンジ攻撃能力を確保するために進化する意向だとさ。
さらに付け加えて最新鋭の戦闘機である F-35 ライトニング2 A 型には、ノルウェーコングスベルグ社製の JSM 空対艦ミサイルの実装も行われることになっており、AGM-158C ロラズム空対艦ミサイル分の穴を補填することが期待されるぜ。敵の保有する対空ミサイルの射程圏外から攻撃することができるミサイルをスタンドオフミサイルと呼称しており、こうした多種の空対艦空対地ミサイルの戦闘機への搭載を目指しているが、一方では日本独特の批判の声も上がってきているんだ。もう大体予想はつくけど、それって具体的にはどんなものなの？その内容は主として空対地ミサイルの長射程化は敵地攻撃能力の獲得につながりかねず、専守防衛を旨とするはずの自衛隊の装備としては全くもって真逆の攻撃的兵器であり、日本にはふさわしくないとの声が政府の一部から上がっているんだ。やっぱりそんなとこだよねー。はっきり言ってそんな及び腰じゃ日本を守れないよ。そうだね。いつものごとく、こうした論調は主として日本の野党側から唱えられており、政府が自衛隊の理念をなし崩しにして攻撃的兵器の取得を強引に進めようとしているかのように、悪質な印象操作を行っているだけなんだけど、もっといい話し合いの仕方はないものかと呆れてしまうのも事実だよね。実際に与党側の一部から北朝鮮のミサイル発射などに対して、その強行が確認された場合には日本側から先制攻撃を行うべきだとする敵地攻撃論が唱えられていることの事実であり、そうしないと日本はいつか大量被害を被ることになる恐れがあるからなんだよな。しかし先に述べたように直近で開発または調達を進める予定の空対地ミサイルは、あくまで飛翔速度ラー音速の域を超えず、長射程距離になるとは言いつつも着弾までには時間を要してしまうため有効とは言い難いんだぜ。結局、空対地ミサイルを運用する対象に関しても、日本の領土である南西諸島に万が一敵が上陸した際の反撃の手段として用いることが主であり、決して非難されるような攻撃的兵器には当たらないと個人的には捉えているんだけどな。俺もそう思うぜ。そもそも目下の情勢を見れば防衛力向上を図るのは当然のことだ。たとえそれが行き過ぎた防衛力であっても、使い手が間違えなきゃ問題ねえだろ。中途半端な力じゃ抑止力にすらならないもんね。いざ攻撃を受けて被害が出てからじゃ遅いよ。しかもそうなってきたらまた批判が起きるぜ。なぜ防衛力をもっと向上させておかなかったんだ。ってな。まあ国民がこれを理解するかどうかは政府や自衛隊の今後の言動にかかっているだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。見てくれて、ありがとう。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